バセド病について解説いたします。その前に、甲状腺の病気を症状別に見てみます。甲状腺が全体的に腫れる病気、バセド病、機能亢進の代表的な病気、橋本病、機能低下の代表的な病気、単純性甲状腺腫。甲状腺は腫れるがホルモンに異常はない、 特別な治療は必要ないがバセドウ病やハシト病に変わる場合もあるので定期的に検査を受け経過観察をする甲状腺の一部が腫れる病気性甲状腺炎ウイルスによるものとされる甲状腺の炎症この病気の最大の特徴は触ると痛みがあること。 薬物療法による治癒率が非常に高く再発することはまれ他人への感染を心配する必要はありません甲状腺にしこりができる病気腫瘍性疾患悪性は癌。ただ甲状腺がんは他の癌より進行が遅く比較的治りやすい良性約しこりの8割は良性である 行政だからといって、生命に危険はありませんが、放置しないで、きっちりした検査を受ける必要があります。写真は香川県小戸島の吉田ダムです。ダムから海が見える日本でも珍しいスポットで、 私の好きな場所ですが今日は甲状腺をダムに例えてお話ししていきますダムを甲状腺といたしますと放流される水が甲状腺ホルモンです甲状腺ホルモンには T4T3FT4 などがありますがここでは大きく甲状腺ホルモンとしておきます水の量を 調整するにあたっては水門があるわけですが水門を開く閉じるを TSH という番犬が行っていますさてこの番犬に対して悪そうな野良犬みたいな TRAB というやつがやってきました TRAB はいわゆる自己抗体と言われ本来あってもらっては困るものですが体の何らかの異常によりこの TRAB が作られてしまう このような病病気がバセドシ病です TRAB がやってきますと番犬の TSH は小っちゃくなって水門の管理ができなくなりやってきた TRAB は水門を開いてしまいます水門を開くということは多量の水つまり甲状腺ホルモンが流れ出ることとなりますバセドウ病の原因は TRAB による 水門の解放開けられた水門により大量にホルモンが流れ出ることでしたバセドウ病の原因である TRAB ですが別名があります TSH レセプターアンチボディ日本語と英語をミックスにして TSH レセプター抗体抗 TSH 受容体抗体 甲状腺受容体抗体などと呼ばれることがあります。ただでさえややこしいのですが、全部 TRAB を表しています。なお、TRAB には TSAB、TSBAB などといった種類もあるのですが、話がより複雑になるので、ここでは取り上げません。 甲状腺をダムに例えましたので当然ダムの中には甲状腺ホルモンを作る魚たちが住んでいますこの魚2種類の名前をペルオキシターゼとサイログロブリンと言います薬剤師ですのでちょっと病院のお薬のお話をしますダムの中で魚たちが 甲状腺ホルモンを作っているのですが病院からよく出るメルカゾールというお薬はこの魚の中のペルオキシターゼの動きを止めていますペルオキシターゼという魚は食品の用途化合物の中から要素を取り出し甲状腺ホルモンの原料を作り出していますですからこの ペリオキシダーゼの動きを止められると食べ物中の要素が取り出せなくなり甲状腺ホルモンが作れなくなるわけですもう一度言います食べ物から要素を取り出しているペリオキシダーゼの動きを止めると要素は甲状腺ホルモンの原料ですから当然甲状腺ホルモンが作れなくなります メルカゾールはこのペルオキシダーゼを抑える薬です今度はもう一つの魚サイログロブリンを見てみますサイログロブリンはペルオキシダーゼが食品から取り出してくれた要素にチロシンというアミノ酸をひっつけることで甲状腺ホルモンを作る工程の一つを 行っていますチューラジール、プロパジールといったお薬はこのサイログロブリンの動きを止めることが主な薬の作用とされていますバセドウ病では甲状腺ホルモンが多量に出るため代謝が更新し脈拍が増えることがあります 脈を減らす薬としてアテノロームメインテートなどがしばしば投与されています甲状腺自体に効いているものではなく脈拍を減らすという対処療法のお薬ですバセドウ病で病院で処方されるメルカゾールチューラジールプロパジール また脈を落とすために使うアテノロームメインテートなどのお薬は全てがホルモンを減らすための対処療法であったり脈を減らすための対処療法であり TRAB を同行するお薬ではありません患者さんの希望は基本的に治りたいですが実際にはコントロールをしたいとした治療が行われています メルカゾールは薬物の中では一番効きが良いのですが、肝臓障害や白血球の中の下流球を減らすという副作用があります。メルカゾールの副作用が強かったり、またメルカゾールでコントロールができなかったら、アイソトープで焼くという治療、つまりダムを壊してしまおうという治療を進められます。 それでは、ここから、TRAB をを下げる、治ししていいく治療のお話をいたします。バセドシ病は甲状腺本体にダメージはなくいわゆる出口ダムでいう水門の問題ですので甲状腺本体にトラブルのある橋本病などに比べると非常に治しやすい病気です。 バセドウ病の原因となっている TRAB は自己抗体つまり自分の免疫が間違って作り出した抗体です風邪とかインフルエンザなどで病原体に対して抗体を作ってくれるのはいいのですが病原体もないのに甲状腺ホルモンの出口に抗体ができてしまいました。 TRAB 抗体を減らすのにこの病気には3つの要因が大きく絡んでありますまずは免疫が異常だったこと間違った抗体を作ったために免疫に対しての対策を行います次に甲状腺ホルモンは代謝を司るホルモンですので代謝のバランスがおかしいとエラーが起きやすいと考え循環を考えた漢方や 対策をしていきますもう一つは肝臓腎臓です肝腎要などという言葉がありますが甲状腺から出るホルモンは80%が t の4番ですこの t の4番が t の3番に変えられる場所が肝腎でありますここでは t 4 t 3の詳しい解説はいたしませんが 甲状腺ホルモンに大きな影響力を持つのが肝臓・臓腎になります。これらの要素を組み合わせ漢方薬を選びまた生活環境のアドバイスなどをさせていただくことでパセドウ病は良くなってくるのです間違いがちな漢方についてお話しします。 バセドウ病は代謝が更新し体温も上がり脈も速くなる症状から体を冷やす漢方を使うことがあります一時的に症状は楽になりますが自己免疫疾患で冷やすことは必ず良い策とは言えませんしたがって長期連用で冷える漢方薬を使うことはお勧めいたしておりませんまた どうしても症状を何とかしてほしいという方には、それ相応に冷えないけども緩和できるような漢方薬をおすすめしています。パセドウ病と TRAB、少しご理解いただけましたでしょうか。お悩みの方は、一度、当薬局までご相談ください。ご覧いただきありがとうございました。